ガチンコ対決、一発勝負となります。1着、そして2着フィニッシュの選手が代表内定となります。いよいよその戦いが一手落とされました。選手はこの後この国立競技場トラックをおよそ2周回しまして、1ゲートから男子同じく外野に1人の構成と入っていきます。まずは1周目スタート直前、スタートラインに立つ選手の姿は思いのほかリラックスしているモードでした。特に笑顔の選手もいらっしゃいました。その中、いきまずスタートを切って